AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。イギリスがウクライナに地対空ミサイル1000発を提供。イギリスはロシアに狙われ続けている重要インフラを守るためウクライナに地対空ミサイルを約1000発追加提供すると発表しました。これはベン・ウォレス英国国防長官が水曜日に述べたもので、ウクリンフォルムは英国政府のウェブサイトをうやうやしく報道しています。ベン・ウォレス国防長官は英国がウクライナ軍 AFU に約1000機の地対空ミサイルの追加納入を間もなく完了すると発表したと声明には書かれている。同省はミサイルはウクライナの防空とロシアから継続的に狙われている重要インフラの保護に重要な役割を果たすだろうと強調した。この装備はランチャーとミサイルで構成され、ロシアのドローンや巡航ミサイルを含む航空標的を撃墜することができると記されています。このミサイルは既存のウクライナ軍の能力と組み合わせて使用することができる。記報の通り、ベン・ウォレス英国防長官は7400人以上のウクライナ人新兵がパートナー8カ国と共に英軍によって訓練を受けている2つの訓練施設を訪問しました。フランス、ウクライナにシーザー榴弾砲6機を近日中に追加納入。フランスはウクライナにさらに6台のシーザー自走榴弾砲を譲渡する予定です。軍事支援は今後数週間のうちに到着する予定です。これはフランスのセバスチャン・ルコルヌ国防相が LCI の放送で発表したものです。これに先立ち、エマニュエル・マクロン大統領は軍事支援の一環としてこれらの榴弾砲をウクライナに送ることを約束した。我々は今後数週間のうちにそれらを提供する予定です。これまでのところ我々は前世代の他のタイプの大砲 TRF-1 榴弾砲を配信しているとルコルヌは言った。ルコルヌ氏によると、パリはウクライナにシーザー榴弾砲を24機送るという約束を果たすという。またウクライナへの軍事支援はフランスを紛争に巻き込むものではないと強調した。ウクリンフォルムが先に報じたように、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は10月、フランスがウクライナに新しいシーザー自走榴弾砲の提供を検討していると表明している。AFU は100人以上の占領者を排除し、敵の装備の列、弾薬庫、ウクライナ南部でウクライナ軍は、ロシア占領軍の2つの拠点、敵の装備の列、弾薬庫を攻撃した。これは、ウクリンフォルムによると、南方作戦司令部が Facebook で報告したものである。我が国の航空機は拠点、敵軍の地域および増強手段に対して8回の空爆を行った。ミサイルと砲兵隊は特に敵の司令部、軍備の列、弾薬庫に対して100以上の射撃任務を行ったと報告されている。攻撃の結果、ウクライナ軍はベリスラフ地区で125人の占領兵、敵戦車3台、装甲車5台、弾薬庫を排除した。一時占領地では敵は地雷を敷設し、部隊を移動させ道路を封鎖し、さらに人災を企てるという脅迫を続けている。記報の通り、ボロディミル・ゼレンスキー大統領はロシア連邦の最も準備の整った部隊が全て残っているため、ケルソンと全地域からの部隊移転と避難に関するロシア連邦の声明は情報操作であると考えると述べた。11月9日、ウクライナのロシア占領軍司令官セルゲイ・スルビキン氏とロシア国防大臣セルゲイ・ショイグ氏はケルソンからドニプロ川左岸への部隊の撤退を発表した。ロシア軍、バフムト、アブディフカ方面で攻撃作戦を実施。ロシア軍は一時的に占領した領土を保持しようとし、特定の方向における国防軍の行動を妨害する試みに力を注ぎ、バフムトとアブディフカ方向で攻撃的な作戦を行っている。過去24時間、国防軍の部隊はルハンスク州のノボセリブスケとマキフカ、ドネツク州のソレダル、クリシキフカ、マヨルスク、ヤコフリフカ、アンドリフカ、ビロホリフカ、ベセレ、ネベルスケ、ペルボマイスケ、ノボミハリブカの地域で占領軍による攻撃を撃退している。ロシア軍は接触線に沿ったウクライナ軍の陣地を砲撃し、
守備位置を固め航空偵察を続けている。ロシア軍は国際人道法の規範、戦争の法律と慣習に違反し、民間インフラと民間人居住区を攻撃し続けている。この24時間で侵略者は11回のミサイル攻撃と22回の空爆を行い、35回以上の MLRS 攻撃を行った。シュミ、ルハンスク、ドネツク、ドニプロペトロフスク、ザポリジア、ケルソン、ミコライフ地域の30以上の居住区が被害を受けた。ボリンとポリシア方面では状況は大きく変わっていない。ベラルーシ共和国はロシアのウクライナに対する武力侵攻を支持し続け、ロシア軍を受け入れ訓練場を提供している。現在ロシアとベラルーシの合同部隊の編成が進行中である。ベラルーシ共和国領からウクライナの重要インフラに対するミサイルや空爆の脅威が依然としてあり、イラン製の UAV が使用されることも想定される。他の方面ではロシア軍が戦車、迫撃砲、各種大砲を使用して居住地を砲撃した。シベルスキー方向、チェルニヒフ州のハシチフカ、スミ州のポピフカ、ペトルシフカ、ミロピリア、ザプシリア、ノバフタ、ノバシリブカ、スタリコベ地域。スロボシャンスケ方向ではフリホリフカ、コロディアスネ、ストレリチア、ボブチャンスク、オヒルトゼーブ、テルノーバの各集落の地域。クピアンスク、ライマン方面、プロシャンカ、ベレストベ、ステルマキフカ、ミヤソジャリフカ、スピルネ、ビロホリフカ、マキフカ、ネフスケ、キスリフカ地域。バフムト方面、バフムト、バフムトスケ、ソレダー、イワンフラド、ヤコフリブカ、マヨルスク、ゼレノピリア、ニューヨークの各地域。アブディフカ方面、ブールエダール、ネベルスケ、マリインカ、ノボミハイロフカ、クラスノホリフカ、バイセルの各集落のある地域。ノボパブリフスケ、ザポリジャー方面、プレチスチフカ、メリカノボシルカ、パブリフカ、フリアイピルスケ、ムレミフカ、ザリズニチネ、ノボダニリフカ、マラトクマチカ、ノボピル、マリシチェルバキ、ポルタフカ地域。南ブー方向ではプラブダイン、ミルン、アジサシノポット、スッキスタボック、ゾロタバルカ、マルハネッツの居住地が含まれる。さらにロシア軍は UAV を積極的に使用し、航空偵察を継続的に実施した。15回以上の出撃が行われた。ウクライナ国防軍の航空機はこの1日で6回ロシア軍の陣地を攻撃した。ロシア軍の人員、武器、軍備の集積地2カ所とロシア軍の防空システム4カ所が被害を受けた。過去1日国防軍は異なる方向からシャヘド5機とオーラン3機の無人偵察機を撃墜した。ウクライナのミサイルと砲兵隊は1つの司令部、1つの人員、武器、軍備集積地、弾薬庫、その他占領地の重要な軍事施設を攻撃した。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。